こんねここんねこ、皆様こんにちは。黒い猫でーす。でさて、今日はですね、タイの鳥に行くだぷジオンジーさん、こんねこー。いきなり CM こんねこー、いらっしゃい。モンゴルマンさん、こんねこぷー、いらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。なんだこれ。今日は採集しに行こうかと思っております。よし、ペットは最終モードで、草むしりなんですけど、あれなんすわ。いつもというか、草むしりといえばベア村が有名ですけど、あそこいつ行っても人がいるので、ちょっと違うところ行こうかなと思いまして、ベリアの近くのなんか草生えてそうなところ行ってみたいと思ってます。あかねみねさん、こんにちは、いらっしゃい。来ていただいてありがとうございます。今日はサクサクとなんか草でもむしろうかと。ここなんか茂みが多いんですよね。間違ってそっち取っちゃうんだけど、まあそれはそれで、そう、この草、やぶとか茂みとか、まあ、なんだっけ、雑草も錬金でいっぱい使うからね、まあそれはそれでいいかなと。まあそんなこんなで、のんびりと草でもむしりながら、2時からの貿易に備えて、むしっていきたいと。あかねみさん、動画見させていただいてます。あ、ありがとうございます。もしかしてあれかな？貿易の。ジオンジーさん、草むしりって安定の人気コンテンツ。そうだね。なぜ人気なのかはわかんないけど。まあ、人気よな。まあでも、どうだろう。草むしりといえば、あーやさんとかがね、よくやってますけど。あの辺はもうなんか、ちょっと格が違うんで。草むしりが人気なのか、あーやさんが人気なのか。あーやさんが人気なんだよ。草むしりじゃない。あれ？ここなんだ。これは、はい。猫本さん、たきゃこさん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。あかねみねさん、アクセチャレから見始めました。ありがとうございます。またね、登録者、フォロワーが700人になったら、今度は700個叩きますので。ぜひまた見守っていただければと思います。よっ、あっち側行けるか？諦めよう。ここにあった。あ、ゆきんこさん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日は草むしりでございます。バレノス山脈？なんか、あれ、あっち側になんかありそうなんだけどな。トレントのと、トレントじゃないや。ベア村のところはさ、ちょっと人気すぎるので、ちょっと、ベリアの近くで、むしってみようかと思ってます。あれ、なんかないな。ないな。あった。あっちの方だ。いたいた。ん？キノコだ。ドワーフキノコ。
あ、全裸監督いらっしゃい、たかこいらっしゃい、監督来ていただいてありがとうぷー。ゆきんこさん、私もちょうど草むしりしてました。お、お仲間。やはりあの、あそこですか、ベア村のとこですか。なんか草むしりといえばベア村って感じがありますけどね。私は最近この辺でむしってます。エリアの、ね、ベリアの、ベリアからちょっと来たところ、今ここ右側ですね、ベリアから。まああそこのベア村ほど多分生えてはいない気がしますけど、まあ、ここは人がいないんでね、一人でのんびりやっております。あかねみねさん、日曜だとベア村埋まってそうですね、でしょう。そこはいつもね、人がいるんですよ。チャンネル変えても絶対いるからね。なので、まあ、お邪魔しないように、私はひっそりと、ベリアの近くでむしっております。場所もあんまりよくわかってないので、もう、猫頼みで、猫がここ掘れワンワンしてくれるので、そこを掘ってます。猫本さん、そういえば今日は服がカエルです。そうそう、カエル服、久々に復活しました。これ結構可愛いから気に入ってるんですよ。えへへ。ゆきんこさん、ベア村でやってます。そうだよね、やっぱ草むしりといえばベア村。そこがやっぱ草むしりのメッカですよね。あ、ハーロクさんいらっしゃい。ワコ？俺いつもそこにいる。あ、そうなんだ。何気に、やっぱりここ第二のメッカなのかしら。ケロ4とかこう。そうそう、ケロケロ。ケロケロ。割とここ、いいんじゃないかと、最近思っている。ベア村人気すぎなので。ただなんか、あの、なんだっけ、ヤブとか、この茂み、これも多いけれど。まあ、それはそれで、雑草も使うからな。あかねみさん、今、50% うまい。あ、そうだっけ？これか。生活最終 50% ついてますね。確かに。ハーロックさん、逆にベア村ではやったことあります。あ、そうなんだ。なんかあそこ、割とさ、やってる人多いよね。いつも人がいる。なので、私は、最近こっちばっかりです。そうか。割とやってる人いるのか。なんだ。誰もやってないから、いいとこ見つけたって思ってたけど。割といるのね。そうかそうか。でも人を見たことはないですね。今のところ。この間たまたま、通りがかりの人がいたけど、わあ、人がいると思ってびっくりしちゃって。なんかただの通行人でした。馬で颯爽と駆け抜けていった人がいたけど、どれぐらい？あんまり、ここで人と出会ったことはあまりないかな？人はいないですね。だよね。あんまりいないよね。生えてるポイントとかもね、全然わかんないんで、ちょっと、猫のここ惚れワンワン頼みではあるんですけど、まあ、それなりに取れるので、まあ、いいんじゃないでしょうか。ねえ、なんか、人様の邪魔してまで、ベア村でやろうとは思わないので。ハーロクさん、お気に入りの場所に登録してる。あ、え、お気に入りの場所登録とかできんだ。こちらなんだ。まあ、ベリアからね、近いので、ゲッテゲテーと。走ってこれます。ベリアに馬車を置いて来れるのがいい。ベア村だとさ、まあ一応ベア村に馬車は置いておけるけど、ここはどちらかというと仕入れ拠点なので、私的にはこっちの方がいいかなーと。勝手に思っております。まあ人それぞれですけどね。
あかねみねさん、木こりしてた時最初見かけたことある。あ、そうなんだ。そう、ここ木こりにもいいよね。木もいっぱい生えてるし、白樺とかトネリコとか取るには良いと思う。ここね、結構キノコも生えてんのよね、ここなので、キノコの菌糸も運が良ければ取れる。キノコ割と売れるので、おすすめでございますよ。あ、ルケリン、もぐもぐ、タロイモ、お買い物、プーゴーダプー、いらっしゃいだプー、来ていただいてありがとうプー。今日は草むしりをしております。ベリアの近くでのんびりと。なんかベア村は人がいそうなので、ちょっと人気のないところでこっそりとやってます。こっそりとと言っても配信してるから堂々とやってるんですけど、鼻がムズムズする。寒いよね今日も。急に冬になりました。目的は硬いのが欲しいんですけどね。ゆきんこさん、草むしりのミニゲームってちょっとめんどくさくないですか？そう、めんどくさいのでミニゲームオフにしてます私。キーってなるから行動力10持ってかれるしさ、嫌いだよ私は。ミニゲームオフです。オフとかもったいない。そう？めんどくさいし、なんか別にいいかなって。行動力10持ってかれるんですよ、あれ。なんかのんびり、マイペースでやりたい派なので。ゆきんこさん、私も草むしりだけオフですね。なんだっけ、石掘りの時はまあいいかなって思ってるんですけど。まあ、のんびり草むしりしたい時はオフで。なんか逆ラキアロみたいなゲームでしょ、草むしり。めんどくさいよね。あとなんだっけ、なめしとかも難しいんだよな。イライラ棒みたいなやつ。ちょっとコツはつかんでできるようにはなったけど、もうめんどくさいからいいやと思って、オフにしてます。ルーデンさん、コンダプー、いらっしゃいだプー、来ていただいてありがとうプー。今日は草むしりの日です。硬いのいっぱい欲しい。なかなか、でも出ないけどなぁ。硬いのは何がいいんだろうね、結局。なんだかんだ草むしりなんだろうか。ラブ、カーミさん、ハロー、いらっしゃい。ハロー、Thank you coming my stream. I'm glad, thank you. ハロクさん、なめしはオフにしてる。やる場所は旨味がないので。そう、なめしはね、めんどくさいよね。あ、そうだ。海外の方も来ていただいたので、翻訳だそう。翻訳。こんにゃく、こんにゃく。よいしょ。で、翻訳も出す。樹液。あ、樹液がいいの？マジか。カバチョさん、熟練度どれくらい？どれくらいだろう？どこで見る？ P。どこで見んの？これ、詳細？これか。どれ？これ ?1420。これか？桑採取。ですね。1420でございます。いいのか悪いのか、よくわかりませんが。樹液中ぐらいが楽。あ、そう、樹液がいいのか。樹液やってないな。ラブカーミさん、カエル猫。そうそう。ケロケロニャーです。ケロケロニャー。
このお洋服可愛いから結構気に入ってるんですよね。でもちょっとこう長袖の重ね着風なので夏場は封印しておりました。でももう寒くなってきたのでそろそろ着ようと思って。なんかでも寒いからさ、鼻がグスグスしてシャミもよく出るし、なんだろうね、あったかくして過ごしましょう。高いの出ないな、なかなか。これ出るときは出るんだけど、出ないときは本当に出ないですよね。熟練度高い方が出るのかな。あ、そうだ、ララティ使おう。こういう時に使わないとね。ララティ。生活経験値。採取物獲得確率 10%。こういう時使わないとね。そりゃ熟練度高い方がいいよ。やっぱそうか。熟練度高い方がいいものが取れるってことなのか？数が取れるってことなのかな？アカルミネさん、箱狙い？箱が出るの？あ、なんだっけ？金の鍵で開けるやつ？あれって最初で出るんでしたっけ？めったに見ないけど。あの金の鍵で開けるやつって、カタトが出るんでしたっけあれ。そうか。実のなる木。そうか。あれが、いいのか。パーロクさん出るね。なるほどね。なるほどね。なんかでもさ、この、ダムシリー、いらない種がいっぱい出るよね。硬いのはな、十何個出たよ。マジで？箱の中身のメインがカタトガと言っても過言ではない。なるほど。でも、実に関してはミニゲームやれば。まあ、実は、うん、まあ、出たら嬉しいけど、どちらかというと、硬いのが欲しい。欲しいのです。硬いの。そしてレブラスを叩くのです。そしてスタック100を作るのです。スタック100を作るために今こうして、草をむしっている。だいぶ遠いな。いつかアクセを叩かなければいけないので。まあでも、次叩くのは700名だから、まだね、時間はありますので、ゆっくりとやっていきたいなぁと思っております。そうか、箱か。そしてアクセでバックさん、そうなんだよ。いやでも次さぁ、700叩いて、ねえ、またできない気がするんですけど、そしたらもうネックレス2200個ですよ。そしたらもうなんかできる気がしないよね。恐ろしい。なんて恐ろしい。できる気がしないんだぷ。うん、首訪ねて3000個3000個いやー、3000個は勘弁してほしい。でもそれぐらい、なんか、やることになりそうな気がしてるから怖いよな。ゆきりん、私はまだ合計で1000個くらいだ。まだまだですな。そう、まだまだだよ。あれ、でも、ルキリンなんか、なんだっけ、昨日なんかの V できてたじゃん。あ、土が出た。え？埋もれた土出た。これだ。これだ。謎の箱出た。金の鍵。出た。硬いの11個いただきました。ありがとうございます。
ルキリン V はできてません。あれ？なんか昨日なんかの服の V ができてなかった？サクリさん、億千万のつんくび。梅さん拍手いらっしゃい。アカネミさん、アクセ V チャレ36連敗。つわものがいる。つわものがいる。私あれ何連敗なんだろう。何連敗？ 30 連敗ぐらいはまだ行ってないのかな。どうなんだ、よくわからん。まあまだ上には上がいるということですな。農夫のプラス5でもできたん？あれ？プラス5だっけ？ V じゃないんだっけ？なんかできてたよね、昨日。でもなんかリアクションが薄いからさ、成功したのか失敗したのか、見ててもよくわからんかった。何かできてた気がするけど、気のせい？なんか成功したんだか失敗したんだか、ようわからん。まあでも、なんかおめでとう。アクセはなぁ、通らないんじゃ。ハーロクさん、リアクション薄いのはいつも、うん、そう、いつもなんだけどね。あれ？成功したの？っていう。ルキリ、もう7、8年強化してんだよ。あんなもんだよ、リアクション。そんなことないよ。そんなことないでしょ。なんか、失礼。V とか、5とかできたら、やったーってなるじゃん、普通。だから強化の音出してるんじゃん。いや、わかんないって。わかんないんだよ。まあいいけどさ、人様の配信にケチつけようとはしてないです。いいんだけど。そうだ、金の鍵をと出しとこう。お持ちに置いときましょう。2個。ゴーストキノコの禁止、いつの間にか撮ってた。種がやたらと増えるのが困る。売れないけど出しとく。ゴーストキノコは、あ、需要あるじゃん。出しときます。ルーデンさん、強化が配信ネタになる珍しいゲーム。そうだね。でも強化配信はやっぱ人気よな。みんな強化しすぎて麻痺してる。そうか、麻痺してんのか。ジオンジーさん、ルキリンの強化配信、以前よりは初心者の私にも楽しめるようになりましたよ。そうそう、以前さ、早すぎて何やってんのか全然わかんなかったもんね。ハーロックさん、種は捨てる。まあ捨てるか。まあ捨てるよな。出しても売れないし。植えたとて。邪魔になるのよ。やたらと。これ。ぽい。ぽいぽい。捨てるのもめんどくさい。気がついたらバッグが種だらけになって、重ならないしね。これ重ならないのが困るよね。ルーデンさん、種がせめてバッグの中でもスタックしてくれればいいの。そうなのよ、重なってくれればね、まだあれなんだけど、ほんと邪魔してくれんのよな。まったくもう。ここよ。やたらと出るからね、種。菌糸はありがたいんだけど、キノコの。ルーデンさん、これもきっとジェフの嫌がらせ。ねえ、これなんとかしてほしいわ。
利用として難しいって話だったね。あ、そうなんだ。種が重なるようにするのは難しいんだ。なんとかなりませんかの。今の技術力をもってすれば、それぐらいちょちょいのちょいじゃろ。やってできないことはない。あれ？意外とでも、ここも、それなりに草生えてるな。それなりに。多分人気はベア村ですけどね。なんと言っても、ここは人がいないのが良い。来ても空いてます。エリアの東、空いてますよ。ベア村も、あそこもいいけどね。ラムシリは、延々とやってしまう延々と誘導しなくていいから。え？誘導？まあやる人はやるし、やらない人はやらないし、みんな好きなところで蒸したらええ。割と最近見つけてよくここでやってます。うん、これ見るとベア村は種出ないからいいな。ベア村種出ない。ベア村も種出ない？あれ？気のせい？あそこも出る気がしたけど。アーロクさん最近なんだ。そうそう。草むしり最近ですね。やり始めたの。あんまりずっと草むしりはやってなかったので。で、以前やってた時はベア村でやってたから、ベア村みたいに種出ないとこ増やして、あ、ベア村は全部野生薬草だから出ない。あ、そうなんだ。野生薬草だと種出ないんだ。え、じゃあ私何も知ってんの？何をむしってんだ。野生薬草じゃないのか。だから種が出んのか。野生薬草から種出ない？出ないのか？どうなんだろう。なんか出る気がしてたけど、気のせいなのか。まあでも出ないって言ってるから出ないんだろうな。むしるのは旦那の髪の毛だけにしなさい。いやー、そんなことしない。気のせいです。気のせいか。ここの野草薬草は種出る。あ、場所によって？場所によってなんだ。すでになかったら悲劇。いや、あります。あ、ベルか。ベル。ベルです。オブジェクトは野生薬草なんですけど、種が出るオブジェクトは違ってる。あはー。そうなんだ。異なる。イレネチュ、まん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 。まあ、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。ルキリン、ベア村。以外で出るのか、霊明草とか虫ってるのかと思った。一応野生薬草なんですね、ここも。野生薬草。野生薬草でも、種出るとこと出ないとこがあるんだ。知らんかったな。今、種出そうとしてるの。いや、種いらない話です。邪魔だから。種はいらんのですよ。むしろ硬いのが欲しくて来てるんだけど。
イレネチ熱出ちゃった、マジで 38.5。 うわ、寝なさい寝なさい、ね、寝てください、ためになる配信です。皆さんのおかげです、ありがとうございます。白龍さん、黒い砂漠3配信者が同時に配信してるから視聴者が分散。あ、そうなんですね、すいませんすいません。黎明相当なんか種は出る。おほう、種出る、出るとこと出ないとこがあるのね。なんかすいません、え、誰がやってんだ、じゃあ私配信やめていいっすか配信やめてもいいかな、さっさと終わらせて、終わらせよう。なんかすいません、あれ、なんか裏でやってなかった気がしたけど気づかんかったか、申し訳ねえ。あ、硬いの。サーロクさん、やってた？やってた、ごめんね、始めちゃってごめん、もう早々に終わらすわ、申し訳ない。ルーレルさん、砂漠の配信なんてたくさんやってるから気にすることないだっぷ。まあそうなんだけどさ、なんか身内がやってると申し訳ないなって思うよね。別ゲーやってる分には別にいいんだけど。アフさん最近なんか違うゲームやってるからさ、もうそれは気にせずやっちゃうんだけど。サンマドしてるから気にしない。いやー、なんかさ、視聴者さんに負担かけてしまうの申し訳ないなと思って。で、視聴者が被ってるわけじゃないから問題なし。まあね、割と視聴者被ってる方と、そうじゃない方、いますよね。まあ大体、ね、ルキリンとかは、ほぼほぼ視聴者だだかぶりでしょ？ハーロックさん、タカコさんやらかすからなんか期待して、いやいや、やらかさないよ。もう、無事に終わるんだよ。アフさん、砂漠やってる？え、マジで？アフさん、砂漠やってる？違う配信じゃないの？あー、砂漠やってんだ。そうか。いつの間に。やらかす期待感はタカコさんダントツ。そんなことないっしょ。最近やらかしてないよ。多分。ルキリン、そうよ。だからタカコとは絶対被らないようにしてる。ごめんね、ルキリン。いやー、私もそんな最近さ、まあ土日はだいたいこの時間にやってること多いですけど、ウーネさんからレイドが来ました。24名いらっしゃいませ。来ていただいてありがとう。黒い猫と言います。よろしくお願いします。まったり草むしりをやっております。ジオンジーさん、見たいから見てるんだから気にしなくていいよ。ルキリンの時はスルーしちゃうけど。なんかごめんだっぷ。タクリさん、やらかさないタカコさんはタカコさんじゃん。いや。やらかさないようにしてるんだってばよ。カバチョさん、最近強化素材高いです。やっぱ値上がりしてるのか。なんでだろうね。なんで高いんだろう。最近強化素材値上がってんのか。まあ、需要があるということなんじゃろうな。あれ？猫が反応し、あ、泣いた。そうか、梅さん拍手ありがとうございます。変なとこ来ちゃったが、なんかどこだ。いや、私はやらかさないよ。安定の音と、うねさん2人のパーティーとレイド、あれ2連続でなんか来たぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ハーロクさん、黒い凝縮とか変えない、凝縮って何凝縮って知らんだぷ。
タト側でも普通に売ってない？高いけど。カバチョさん、アトルの靴の準備かワクワクで職人当たったからどっちかだと思う。ああ、そうか、靴の準備か。それでみんなあれこれ集めてるわけか。さすがだな。アノス強化に使うやつ。あはあ、なるほど。あれなんか飛ばした。ウルキタ来るからアトルの靴。なるほどね。そうか、ウルキタが来るのか。私には縁がないぞ。カネミンさん、マノス強化に使うやつ。マノス強化か。なんかマノスの強化って地獄なんでしょ。噂によると。恐ろしいよね。恐ろしいよね。やりたくないだぷ。あの、スタック関係ないとかいうやつだよね、多分。お、ヒカキンさんいらっしゃい。フォローいただきましてありがとうございます。嬉しいだぷー。黒い猫と言います。よろしくお願いします。普段は貿易やってます。貿易商人です。今日は、硬いのを取りに、ダム尻しに行きました。硬いの集めは結局何がいいのかよくわかりませんけど、まあ、とりあえず草むしってます。ルーデウさん、強化は全部、すべて地獄だぷ。確かにな。ヒカキンさん、ブンブン、ハロー、ツイッチ、いらっしゃいませ。ようこそ。北村さん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷ。今日は草むし行ってます。種捨てな。はーい。種捨てる。うわ、種、ぽいぽい。え、まとめてポイできないの？ポイ。まとめてポイってできないのかな？めんどくさいだぷ。できる？え？どうやって？え？まとめてできる？え、どういうこと？あ、これ？こういうことか。こういうことか。ゴミ箱をクリック、右クリック、バケツ開けて、こういうことね。で、おい、あれあれバケツ開けて、洗濯して、で、で、あ、捨てる。はい。おお。捨てるボタン。捨てるボタン。明日には忘れそうだぷ。最後捨てる。なるほどね。開けて、ここで開けて、洗濯をして。ああ、これ便利ね。で、捨てるでぽいか。はい。これ知らなかった。ありがとう。私も一個一個ドラッグしてたよ。もうめんどくせーって思いながら。あ、これ便利ね。ありがとうございます。いやー、いいことを学んだ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。これ、今度からまとめて捨てるとき活用させていただきます。ありがとうぷー。タカ子は賢さが1上がった。てれれれってってーん。ありがとうございます。さすが貿易とか。ジーオンジーさん、どういたしまして。ありがとうございます。ルキリン、これは教えてない。うん、教わってない。初めて知ったよ。こんなことができるとは。え、割と昔からそうでした？たらららたたたん、ありがとうございます。なんか割と最近の改変で、変わったとか。タクリュウさん、タカ子は賢さが1上がった。合計マイナス99になった。上がってもマイナスかーい。まあ、否定はしないが。否定はしない。そうかい、そうかい。最近ではない。今年でもない気がする。あ、そうなんだ。でも、どこかのタイミングで、
これができるようになってたってことか。私は知らなかっただけか。いやでもこれ便利だね。まとめて捨てることができるの。いやー、これ知らない人多いと思うよ。きっと。私だけじゃないと思う。あ、でもまとめて捨てる需要があるのって、多分草むしり民とか。パリ民でもそうなのかしら。あんまり、まとめて捨てるとか。あ、腐ったお魚。なるほどね。腐ったお魚捨てるのが地獄だったから。そういう需要があるのか。魚捨てる需要か。なるほどね。ルーデウさん、ゴミ箱の説明に書いてるから、きっと知ってる人多い。ゴミ箱の説明なんて読む人いる？いるか。いるか。私は読まなかったブー。そんな気にもしてなかったよ、ゴミ箱の説明なんて。そうか。みんな偉いな、ちゃんと説明読んで。賢い人はちゃんと読んでるだっぷ。そうかい、そうかい。あ、落ちた。え、これ取れないかな。あ、取れるか。取れた。よっ。ウェイクさん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日は草むしりをしております。エリアの東側でまったりとやってます。意外と取れる。ここ何気にキノコも生えてるからね。たまに菌糸が取れたりして悪くない。キノコの菌糸は割と取引所に出すと売れるので、普通の草の種は売れないけどな。もうたまる一方、そして邪魔。硬いのが欲しくて来てるんですけど、今何個あ、18個。さっきの金の鍵のやつが大きいね。あれはありがたいね。18個か、悪くないな。やっぱ草むしりなのか？狩猟1時間やったとて、まあ10個出るかなぁくらいだしな。まあでも出るときは出るけど、出ないときは出ないんだぷ。なかなか。あれ？アロエが取れた。ベル15分前。行く方、頑張ってください。お、尖ったのが出たか。尖ったのよりも硬いのが欲しいのだが。ハーロックさん、カリン様は闇おじから買ってる。え？パトリジオ？パトリジオだっけ？硬いの売ってんだ、あのおじさん。ルキリ、ミニゲーム入れてれば、ごく稀に宝箱10個とか20個で3桁。マジで？いやでも、宝箱のタイミングとミニゲームのタイミング重なることって相当な、あれよね。でもミニゲームめんどくさいから嫌いだぷ。ウィクスさん、こんにちは、ベル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 、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日はまったりと、楽しりデイでございます。14時からは貿易タイムです。それまで草むしってまーす。マルクさん、そうそう。そうか。硬いの売ってんだ、あの親父。そうか。もう私は、自力調達したいんだよな。
金の鍵がめっちゃいるんじゃないのそれ。まあ箱10個出たら鍵も10個ってことだもんね。金の鍵割と貴重品よな。銀の鍵100個で交換できるけど、割と釣り放置相当してないとたまんないよね。金の鍵必須。うん、そうだよね。金の鍵ないと無駄になっちゃう。もう金の鍵って売ってんのか、取引所で。金の鍵すら買わない税には無理。え、金の鍵買わないよ。買わないよ。無駄遣いない。売ってるけど高い。そうだよね。だから釣り放置して銀の鍵がいっぱい集まったら、なんだっけ、ハイデルのさ、キツネくんと交換するんだよ。高子さんお金持ちだから大丈夫。いや、お金が、それがさ、聞いておくれよ。もうネックレス400個、500個、600個、700個とか買ってるからさ、ど貧乏になってますわよ。もうすでに次の企画のために700個買おうとして、今650ぐらいまで買ったから、もうすでに貧乏ですよね。やばいよね。だからできるだけ必要なものは買わずに自力で集めて、できるだけお金を使わずにやってます。ネックレスは買ってるけど、まあそのうちネックレスもまあ1個でも2個でも調達できたらなぁとは思ってるんですけど、なんといってもね、ツーングラドのネックレス外品地下とか行かなきゃいけないからさ、なかなかね。あそこも結構混んでるしね、人多い割り場なので、あまり行きたくないなぁと思って。死んだら水晶割れちゃうし。割れちゃうんですよ、あそこ行くと。もう極みマカール割れた時は泣いたね。泣いたよね。頑張って作ったのにーって。まあでも学つなく取りに行ってすぐに売りましたけど。タクリューさん、死ななければいいんだよ。そうだね。ジオンジさん、外ピン地下なんて怖すぎます。そう、怖いんだよあそこ。死ぬんだよ。人も多いし、なかなか。ルキリン、強くなったからもう死なないさ。いやー、あなたは死なないでしょうけど、私は死にます。今もっと高い水晶ある。あ、そうなの？もうマカールぐらいで泣いてちゃダメ？でもあれ買うと 1G とかよね。白龍さん、信用持ってるんだよね。あ、そうそう、武器がね、昨日ゴッドアイド信用になりましてございます。おかげさまで、ありがとうございます。まだ試し切りはしてないんですが、試し切りしにガクツムでも行こっかなーって思ってたんだけど、ガクツムじゃわかんないじゃんって怒られた。梅さん、おー、ありがとうございます。まあクロン叩きですけどね。まあ 5G とかする水晶、マジか、おっかな。梅さん、新 V までもうすぐ。うん、 V チャレ昨日2回したけどダメだったね。覚醒がブラスターじゃないから火力足りないのかな。あー、うん？覚醒は、なんだっけ？これ？ダンで4でございます。嵐を飲み込んだやつ。
ハーロックさん、マッカール極みでも安い方、マジか。もう私にとっては高級品なんですけど、1G の水晶とか、もう、割れたら泣いちゃうわ。梅さん、光明石のセット効果とか考えずに、狩りしてそうなところだと思ってます。装備じゃないと思う。え？どういうことか、プー。光明石のセットはなんだっけ？なんだっけ？あれで勝ってるよ。あるときは。攻撃セット、これ？なんだっけ？天敵？天敵、天敵、天敵5色でやってます。これ、狩るときのセット。ウキリン、光明石はね、私、経験値でやってるから、マジか。ハーロックさん、最終は？え、最終？あ？最終の、異物？あれ？栽培。最終セットにしてなかったプーありがとう忘れてた白龍さん、割れたらあかん、割れたらあかん、水晶割れずにこれ割れてうまいなシュナさん、チャオチュールいらっしゃい、来ていただいてありがとうプー。今日は草むしりデイでございます。ハーロクさん、おい。ウメさん、ナイス。ウメさん、拍手ありがとうぷー。えへへだぷー。どういうセットしてるか聞きたい。セット最終セットは、草原ですね。あー、経験値か。経験値だけでした。最終セット経験値系入れてます。こっちか、うん。熟練度の方が多分いいよね、きっとね。もう今は経験値入れてます。貿易の異物のままでした。でヘペロ。うっかりしてます。5色が足りない。そうなのよ。5色ね。私、ないんですよ。5色が。マジで。最終はガチでやらない限り答えはないから気にする必要ないですよ。まあ、うん、そうだね。最終ガチ勢ではないので。貿易はそれなりにやってますけど。行動力プラス1されるセットもある。あ、そうなんだ。確かに行動力大事よな、最終の時って。おっしゃる通り。うっかりしてた。なんか、あれかな、熟練度が上がるやつの方がいい気がしてきたけど。まあ、そのうち気が向いたら買えるだぷ。ルナさん、ムロウェク、いめます。いけます。ムロウェクで出るんだっけ、5色。なんかでもあの辺で出るイメージだな。あの、ムロウェクの最後のボスから、やっぱ出してる人いた気がする。ねみねさん、5色買いたくないなら雪山で狩りするしかない。出る。そうか、5色欲しいなら雪山か。雪山か。またやんなきゃいけないことができた。ムロエクね、毎回タカコ以外が5色出して捨てるから。そうなのよ。そうなのよ。なんか5人で行って、私以外の4人がみんな出すっていう、私だけ出ないみたいな、そういうことが確かにありましたね。そりゃ拗ねるでしょ。そりゃ拗ねてもいいんじゃないか？自分以外全員出すっていう。
ゆなさん、私は闘魂が欲しい。闘魂はなんか戦闘系ですかね、イメージ的。ルーデンさん、ガンモスの心臓もうなくなってる。犯罪者多すぎだぷ。そう、ガモシン早いよね。ハーロクさん、俺はワールドボスで手に入れたやつ使ってる5色。あ、ワールドボスか。出るんだね。ジオンジーさん、翡翠で拾ったかな。翡翠か。みんなすごいな。なかなか。あれさ、なんか、5色って、召喚書からも出るよね。確か。私、最初の5色は召喚書からもらった気がする。ルキリン、結構ムロエク行ってるのにね。ね、行ってたね、一時期。すごい行ってたけど。最近は全然ご無沙汰しちゃってますね。イレネチ、5色2個余ってる。何よー。まあ、またそのうち5色取りに行くか。ノックバック抵抗推奨。あ、ムロエクで出るやつ。アカネミネさん、ムロエク今バグってるでしょ。え、そうなんだ。マジか。私も2個使ってない。みんなすげえな。5色長者だね。羨ましい。ほんと5色に縁がなくてさ、全然ないのでございますわよ、私。まあ、貿易の異物が5色&バシャバシャバシャでやってるから、まあそれができれば別にあとどうでもいいんですけど。5色ね。来週用に買う余力がない。でも次出たらありだな。緑がないのは5色だけぷ。あ、縁がないのは5色だけぷ。いや、いろいろ縁がないね。言われてみれば。ハーロクさん、セット効果が被ってる光明石は生活熟練度の異物にはめて併用して。ほほう。光明石。いやー、いいな。すごいな。ちゃんとやってるな。もう光明石とか適当だからな。貿易以外は。貿易だけはちゃんとやってるよ。貿易の時はちゃんと異物とか忘れずにちゃんとつけてます。え、変度や。あ、もう2時じゃん。もう2時じゃん。早いな。風の幸運とか出たことないだっ。あ、硬いの出たじゃん。硬いの出たところで気持ちよく貿易に行きましょう。幸運は買いました。そうか。西白馬さん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。今日は、草むしりしてましたが、2時なので、ちょっと貿易タイムです。戻りましょう。あれ、戻りましょう。貿易タイム。あ、この時間は売りが忙しい。猫。猫にチェン。ベル。そう、ベルの時間です。行く方、頑張ってください。私は貿易しに戻る。うわ。ああ。ベリアに戻りましょう。このまま続けてていいかしら。でも裏やってる人多いなら一旦終わろうか。アーロクさん、タカコさんはシャベル？え？シャベルって砂漠で砂掘りするやつ。あれってやってる？なんかあんまり、あれどうなんだろうね。砂掘り。喋る。
しゃべります。はい。喋るけど。ダンモンを売る。これまとめて売れないのかな。さすがに1個ずつしか売れないか。めんどくせえけど売る。あ、のぶおみさんこんにちは。ダプー、いらっしゃいダプー、来ていただいてありがとうプー。草むしり終了でちょっと2時になったので貿易を始め、差はないよね。オッケー。お好きなだけ配信をやりなさい。やりたい時がやる時なのだよ。まあ、そうなんだけどさ、なんか裏で誰かがやってるとちょっとどうしようかなって思っちゃうよね。あれ？売却画面でできなかったっけ？ゴミさん、なんでラッコなのにプーなんだろう。ラッコは木？プーはグラナのあいつらですね。あいつら。さあ、貿易服に着替えて、貿易セットに変える。水晶も貿易もと OK。で、一旦これ。ダリ社員来た、ダリ社員。ちょっとダリ社員とこ行こう。なんか、なんだっけ、なんだっけ、あれ。あの種族。プーっていう種族。パプー。全員プーだと思ってたけどさ、パーっていう人もいるよね。異物もね、異物はもう貿易モードになってる。貿易モードになってます。シュナさん、少しの間、メグになりました。チカピン、行ってきます。はい、いってらっしゃい。パプーだ、パ。パっていう人いるよね。全員プーじゃないんだよ。あれ。どういう。どういうことですか、ルキセ先生。自称 GM プイピコさん。どういうことなんですか。全員プーじゃないんですよ。さて、週末の月ギルドの貿易情報チェックしていきつつ、ちょっとメモを取っていきます。ウラナの貿易前に NPC イルダプ。ピーピコはプー、他のパプーはパも言う。新しい鉱脈を見つけるとは、あ、新しい鉱脈見つけるやつは、原材料下落ですね。残念。鉱脈はダメです。木材関係の話してたら原材料上昇します。はいで。方言的な？プー。どういうこと？なんとかだべとかそういうのと同じ感じかしら。プー。真相はプー族とパプーに憧れるメリンドーラ族かもしれん。そういうこと？実はパプーではない。メリンドーラ族？族でプイピコが欲しいです。あれね、パプパプー族ってどうなんだろうね。来る気がしないけど、どうなんでしょうか。ラッコとかの方がありそくない。あ、でもコルセアの手下であれしちゃったからないか。群需品小幅
定異物が上昇。のぼみさん、パピコ？うん、それ美味しいやつね。ゆなさん、メリンドーラ神様だっけ？信徒かもしれん。神様というか、なんか巫女的な立ち位置じゃなかった？メリンドーラ。あ、教会バフくれるから、なんかその神様系の何かなんでしょうけど。衣類は下落。下落。カルフェは、給湯が2つ。雑貨と食料。で、メディア。メディア。ルーデフさん、もう、新食はお腹いっぱいアップ。新しい食。でもなんか来るんじゃなかったっけ？近々。あれ？違った？私の勘違いかな。なんか近々またなんか来るような噂を聞いたような。気のせいか。なんか出るの？いや、わからん。飲食は当分ないのかな？バレンシアは、下落上昇上昇。バレンシア、贅沢品と薬品と衣類。前回の宴会では冬に新色出すって言ってた。あ、そうなんだ。お、新規フォロワーさん。ホラペ、ペプシーズ。コーラペプシーズかな？コーラペプシーさん。いらっしゃい。黒い猫と言います。よろしくお願いします。フォローありがとうございます。2時になりましたので、貿易しながら、相場を見ております。アレハン。アカネミネさん。宴会で発表かなとみんな信じてるだけ。あ、12月の？なんかあるかもね。のぼみさん。教会がバフくれるのは教会？うん、うまい。座布団1枚。ルーデンさん、悟空出るってあんだけ言われてたけど、どうなったんだっぷ？え、孫悟空？如意棒を持って、猿食ですか？馬の肉さん、新食何出るか楽しみですね。猿食？男性キャラかな？そしたら。PC ライダーさん、こんねこ、こんねこ。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。ケロケロー。そう、今日はね、カエル衣装でございます。貿易しながら、相場も見つつ。から、そう、エリア。西白馬さん、そろそろ新職のために、既存職の男女関係なくなる統合もあるんじゃないかと怖い。それは、ないんじゃね？わかんないけど。のぼみさん、なんて読むの？大天体制だ。なにそれ？皆さん、ぜひメイン武器、無知、覚醒武器、なんて読む？鋼糸の女性キャラ、待ってます。女王様的な？女王様的なやつ？ルーデルさん、ホガン族をもっと愛して、謎の言語もあるし。ホガン族来るのか？ジオンジさん、今度の職はニート、無職かな？わらわら。あ、孔子って読むんだ。難しいだぷ。のぼうみさん、先天体制、どういう意味？孔子。マガネイトと書いて、孔子と読む。難しいだぷ。西白馬さん、新職ニート。孫悟空のこと。定点体制。孫悟空のことをそんな風に言うんだ。難しいだぷ。孫悟空は孫悟空でよくない？よくない？ちょっと待ってね。バレンシアまで見た。カーマスリビアは、
と下落、贅沢品下落、と原材料も下落で、軍需品が小幅、ドリガンは食料品が下落で、生物が急で、冬山が食品急落、小幅が食料品と、のぼうみさん、神様。あ、孫悟空って神様扱いなの？孫悟空はああ見えて神なのよ。孫悟空自身が神ってこと？神様の使いとかではなく？え、だって三蔵法師の弟子じゃなかったっけ？三蔵法師坊さんでしょ？坊さんの弟子だから、だいぶ下っ端なやつかと思ってたけど、孫悟空自身が神様なんだ。それは知らんかったぷ。ヤナさん、浮きバナナよこせぷって言いそうだよね。言いそうだよね。と続いて値段を見ていきましょう。冬山、食品、薬品、生物、249,34,300、ダメですね。196,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 
281。これワンチャンあるかな。アラクスキャンプ。アラクスキャンプのゆず酒も249か。ワンチャンあるかな。西白馬さん、三蔵法師のお助け神様。あ、そういう立ち位置なの？ジヨンジさん、荒ぶる神で罰が当たって、下界に落とされた。おほう。おほう。そういう系ですか？なんか、日本の神話にもそういうのいたよね。アマテラスの弟の、なんだっけ？スサノオの御事だっけ。あいつもなんか、そういう系じゃなかったっけ。ジョンジさん、ほほう、興味ない。そんなことないぷ。チュナさん、素行不良で追い出されたヤンキー。確かスサノオがそんな立ち位置じゃなかったっけ。アマテラスの怒りを買って地上に落とされ、みたいな、そんなストーリーだった気がします。間違ってたらごめんなぷ。まあ、古事記、諸説あるからな。ドリガン。ドリガンは、違う。値段を見る。ドリガン。食料品。ダメ。食料品と生物。食料品、生物。食料品、149。149。生物。あれ？生物。179。あれ？これ。このまま温存パターンか？アヒブ。258。続いてカーマスリビア。カーマスリビアは贅沢品、軍需品、原材料。贅沢品、薬
178。170。軍需品、原材料。ファーマスリビア。あれなんだっけ。贅沢品と原材料。贅沢品と原材料。145。112。45、112。のぼうみさん、孫悟空は強かったから生きてたけど、お釈迦様の手のひらの上だったのです。あ、なんかお釈迦様の手のひらの上っていうのはなんかあるな。西悪魔さん、ニートのアマテラスの親が酒飲んでて余興でこもってる娘、部屋から引っ張り出した神話ですね。え？余興でこもってる娘、部屋から引っ張り出した神話、え、どういうこと？どういうこと？え、あれ？なんだっけ？洞窟に隠れちゃった話？なんとかのうずめが踊って出てきたやつ。アマテラスといえば。なんか引きこもっちゃった神話あるよね。え、半。カーマスリビア。続いてバレンシア、贅沢品、薬品、衣類。贅沢品、薬品、衣類。贅沢品、薬品、衣類。ダメだぷー。衣類。ダメだね。あー、バレンシアは今回、ダメです。メディア見る前に、のぼうみさん、たかこさんの記憶はすべてぼんやりですね。そうだね、ぼんやりです。ひよさん、こんねこ、朝の国、冒険日誌にやっとります。お、頑張れぷ。なに、冒険日誌にってなんだ？ロケ日とかとはまた別？なんかめんどくさそうだぷ。西白馬さん、キャベツ一玉150とは買いに行かなければ。え、150円ってこと？それは行ってらっしゃいだぷ。一玉150円はお買い得だね。イッスンさん、いらっしゃい。こんにちは。来ていただいてありがとうぷ。ハーロックさん、安っ。ねえ、それは絶対買いに行ってください。しばらくキャベツ祭りですね。メディア。メディア。食品、衣類、原材料。食品、お、147。147。衣類、原材料。衣類、原材料、128。バばか。よい。石しっぽ、食品と原材料。石しっぽ、食品と原材。品原材。199。199。小幅だけど、あり。茶村。茶村は、食品と原材。食品300。原材料。小幅だから220はありなのか？だけ。キヨさん、朝の国冒険日誌は10まである。うわ、マジでめんどくさ。イレネッチ、5センチくらいのキャベツなんで、メキャベツメキャベツ、でっかいメキャベツだな。西悪魔さん、キャベツが在庫切れると不安になる。大丈夫、キャベツがなくても生きていける。でもあると安心。のぼうみさん、ちっちゃいキャベツあるよね、かわいい。そうそう、メキャベツ。でも、メキャベツとキャベツって多分別物よね。梅さん、汚れた視力の獲得量上がってますか？あ、結構出ますね。そうそう、結構出ます。でも、この間、
500個ぐらいシルク溜まって、で交換しに行ったんですけど、経験値 0.01% も上がりませんでした。びっくりとも動かなかったひどいだぷシルク500個交換したとて経験値ピクリとも上がらない。ひどい。やっぱ1000個ぐらい集めて交換しないと 0.01% 入らないのか。ほんと経験値ね、全然貿易は経験値が上がらない。年単位ですよ、まさに。おお、500は美味しい。うん、500個ぐらい集まったら、まあ交換するようにしてるんですけど。ルビア。汚れたシンクに見えた。とても嫌だそうだね、シンクは常に清潔に、食べ物扱う場所だからね。メディアは見た。続いてカルフェ、雑貨、食品。カルフェは雑貨と食品。雑貨101よい。エアム。雑貨117とソーセージ135。17と35。アイゼンさん、13時30分まで寝てたら、また気起こされたぷ。こんねこ、おはよう。11時半まで寝てたら寝すぎだぷ。夜寝れなくなっちゃうよ。雑貨121、151、121、151、食品はダメ。と、で、エレンディアは軍需品、衣類、原材料。軍需品、衣類、原材料。原材料。部品、衣類、原材料。部品、原材料。部品、衣類。あー、ダメです。エレンディア、ダメですね。あと、で、パレノス。軍需品と生物。軍需品、生物。152143、152143。あ、小幅か。また微妙いな。生物はダメ。物体はあった。ないね。よし。価格は出揃った。給湯があんまりないだぷー。だろ、あとで見。軍需品、バレノスは軍需品。あ、オルビア着いたら現地の噂をチェックするぷー。あ、そうそう、あの YouTube の方にですね、バレノスの噂とセレンディアの噂の紹介動画をアップしてますので、もしよかったら興味があったら見てみてください。そのうち、あの他の地域も順次出来上がり次第アップします。マルクさん、マジか。うん、バレノスとセレンディアはできた。次カルフェなんだけど、なかなかあの噂 NPC の撮影がなかなかできなくて、ちょっと戦中です。勉強させていただきますいえいえ、ここにいるよっていう紹介してるだけなので、勉強になるかどうかは知りませんけど。
もうなんかね、そのうちあれしちゃうかもしれないんで、もしかしたらなんか修正入ったりなんかしちゃったりするかもしれないので、いつまで有効かは分かりませんけど、あれ結構手間はかかってます全部のカテゴリーの上昇の噂と下落の噂と全部撮影してつなげたっていう、なかなか好きじゃないとできません、あんなことあ、そのうち他の地域も順次出来上がり次第アップしますので、ご意見の方はぜひチェックをお願いします。あー、いかんいかん、なんだっけ、あ、まあいっかまあいっか、とりあえずハイデルまで行こう。噂チェック忘れてた、噂チェックしようと思って忘れてた。ハイデル、セレンディアはないんだよな。イッスンさん、貿易見て勉強中です。いや、貿易そんなにあれですわ、やってりゃ覚えます。ぜひぜひ儲けてください。もうポイントは2時、6時、10時のタイミングでどうするかみたいな。西白馬さん、貿易ガチにはたまらん動画ですね。ありがとうございます。だといいんだけどな。ルーデオさん、高子さんクラスじゃないとできない最高難度の、そんなことない、そんなことない。貿易民みんなこれやってるから。投げやり貿易民。いや、貿易はちゃんとやってます。ちゃんとやってます。馬車貿易はちゃんとやってます。ちゃんと噂チェックして、ちゃんとやってますよ。たまに間違えるけど。あれ、なんか間違ってるっていうのたまにありますけどね。でも上昇の噂と下落の噂は大体もう把握できたので。アカネミネさん、貿易改変でやめたみ。ああ、そういう人もいると思う。逆に改変で始めた人も多いですね。一日頑張ったら 1G 稼げる時代になりましたので。イスンさん死んでない死んでない。いやー、本当にね別物になっちゃいましたもんね、完全に。なので大変来てやんなくなっちゃったぜと新しく始めたぜに分かれると思います。私はずっと貿易ばっかりやってますけど、まあ、基本馬車貿易でございますので、あまり魚とか箱とかはやってはいるけど、メインではやってない。やっぱ貿易は馬車走らせてなんぼだよと思ってます。まあ、貿易やってると馬もね、自然と育っていくので、交配させて育ったら売ってみたいな。それも楽しいよね。さあ、今どこだ？まだここか。噂のチェックを。いや、でもさ、改変来た当初はね、あっちこっち噂確認しに行って、だいぶ振り回されて苦労したけど、だいたいポイントを抑えれば、サクサクと見れるようになりますので。結局は上昇の噂の NPC がどこでどんなことを言ってるかさえ押さえておけば、下落の噂はわざわざチェックしに行かなくていいので、上昇の噂さえ押さえておけば大丈夫。という結論に至りました。黒い猫流ですけど。まあ、それぞれね、やり方はあると思う。楽しいと思えるやり方をやったらええー、のぼみさん、たかこさん、もうヘッドセットが耳にかかってない黒猫には戻らないのですか。当分この今のアバター人間でやらせていただこうかなと思ってます。何かしらのトラブルでこの人間アバターが起動しなくなった時にはまた黒猫復活を考えてますが、
しばらくはこれでやります。まあ、時々気まぐれで黒猫出すかもしれませんけど、その時の気分かな。ひよさん、朝の国船持ってきてないからランでお魚ウェアで島に移動してるんだけど、狩猟服脱いでるのを忘れて高いところから落下して瀕死にたまになる。狩猟服だと割と余裕な感じなんです。落下ダメージとかにも強いとか、そういうのあるのか。すげえな狩猟服。船で、あ、マグヌスで行ってるってことか。結構な、30メガぐらいかかるでしょ往復で。マグヌスお高いのよな。そう気軽に移動ができん。アカネミネさん、自分の中で狩りした方が早い。結論した。あ、貿易で儲けるよりも狩りの方が儲かる。それは正解。そうよ。狩りにはかなわん。でございます。さあ、噂見に行こう。軍需品はトラナンアンダホー。アイゼンさん、落下 50% オフ。あ、そうなんだ。狩猟服ってすごいね。キヨさん、狩猟服でマイナス 50%、 光明石でマイナス 50% で落下ダメージゼロ。それは知らなかった。じゃあ崖から落ちても死なないんだ。夢のような装備。プーゴダプー、イスンさん、ありがとうプー。そうなんだプー。イレネチ、フム、抗原検査は陰性っぽい。あ、コロナ？これはどっち？トラナンアンダフォー。あれ、これ上昇か？違う。これは、物が多いから下落の噂な気がするぞ。あれ、どっちだっけな。軍需品。武器の供給量増加してるから、これ下落ですね。バレノス終了。イレネッチ、熱出たら一応抗原検査しない。大事だね。キヨさん、うって言うけど、無ダメージ落下。プールで腹から痛みたいになる。それ痛いやん。それは痛いやつ。バレノス終了。アルフェイキも。アルフェは雑貨と食料品。雑貨と食料品を見に行く。雑貨は、あ、和紙像のとこですね。食料品があるちゃんとこか。のぶおみさん、大ダメージ。そうだよね。大ダメージだぷー。腹から行ったら痛いだぷー。泣いちゃうだぷー。雑貨の噂は、ここ。いたー！ここにいたので雑貨は、上昇。よし。どうだぶ。して、食料品があるじゃん。あるちゃんとに、エヴァ。ここは下落の人はここにいるんだけど、いないから退しつつ、あるちゃんとこのいたー。オッケー。食料品も上昇。カルフェの急騰、二つとも当たりですね。ここいいぞいいぞいいぞ。この時間はカルフェが熱い。メディアも見に行こう。一
スンさん、おお、そういうことか。うん、そういうことなんですよ。いればというか、アルフェはどっちかっていうといれば当たりみたいなとこありますけど、他の地域はちゃんとセリフで確認しないといけなかったりもします。メディアは食料品と原材料、食料品は宿屋のところ、ここにいないので、虫して、原材料は、安くなる？これ。安くなりますね。ダメですね。まだ初心者なので、マップのハテナ埋めるだけで楽しい程度。マップのハテナはね、楽しいんだよ。ぜひ、楽しんでください。アカネミナネさん、何も上がらない時間帯もある？どうなんだろうね。まあでも、ん？何も上がらない？あ、動きがないってこと？あります、あります。この時間はおすすめゼロみたいな時間帯もある。なので、せっかくの日曜日なのに貿易できない時間帯みたいな、ありますよ。今回のシーズンっていつまでです？いや、シーズンって多分もう、期間なくなったんだよね。アカネミネさん、シーズン期間ない。そうそう。期間、シーズンに期間はなくなりました。もうやりたい時に始めて、卒業したくなったら卒業、みたいな。グラナ。なので、なんか始め時がなんか、各自のタイミングみたいな感じ。イレネチ通年シーズン。そうそうそう。キョウさん、チケット制になりましたシーズン。そうそう。ジェヨンジさん、私もまだ初心者なので、格下のモブを叩きのめすだけで満足しています。うん、ジェヨンジさん、初心者じゃないけどね。まあ、楽しみ方は人それぞれなの。贅沢品と原材料。お、贅沢品はプイピコのとこだね。ウィピコンとこだね。のぼうびさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ウィピコが攻められてたら上昇だけど、いませんね。贅沢品の噂なしで、あ、これ軍需品の噂ですね。上昇しますけど価格がいまいちなので無視で、原材料、さっき鉱脈の噂が出てるって言ってたよね。鉱脈発見の噂は下落なんですよ。こいつね。あれ？うん、そうだね。この箱持って行列してるのがいたら下落です。上昇の時はこっちのオキエールのこっち側で、なんかリングウッドの木がどうたらって木材の話をしていたら上昇。カーマスリビアも、なし、どどん。あ、トリガン行きましょう。イッスンさん、どうぞどうぞぷー。そうそう、かわいいよね、プイピコ。パピコ。なんかパピコっていう名前の NPC いそうだけどね。いるのかな？パピコ。食料品と生物。失礼しました。食料品は、ここはいないですね。生物は、アトリジオ。あ、こいつは、上昇ですね。ということは、生物がダブルで上がる。おー、これは、良き。良き。あ、チカリンチョのバナナが痛いだぶー。いたたたた、いらっしゃい。
あ、貿易の、相場チェック中でございます。これは良き。生物、実は前の時間帯で合っていたので、生物、これですね。こいつが今上がってますけど、この時間さらに上がる予想が出てるので、6時以降に売れば、今売らずに、6時過ぎに売れば、さらに上がる。2段階アップという、割とレアな上がり方をしてます。うへへ、うへへへへ、うへへへへ。よし、次、冬山行こう。ちかさん、こんにゃく、いらっしゃい。こんにゃく美味しいね。今夜うち鍋だから。こんにゃくも入れよう。母さん、くしゃみ助かる。いや、助かりません。ジオンジさん、くしゃみかわいい。ごめんね。失礼しました。エプロンカエル。そうそう。カエルエプロン？カエル、エプロン？カエルの衣装、かわいかろう。割と気に入っております。ここは、食品と、薬品と、生物。ああ、ゆず安くなったって言ってるね。ゆずは値下がり。今買っているゆずジャムとかは、確実に売りさばかなければならない。薬品はこの辺だけど、いないので、生物、北の方ですね。門の手前あたり。ひよさん、こんにゃく、こんにゃく、うん、うまい。座布団1枚。うん、こんにゃくはこんにゃく。アルミ缶の上にあるみかんみたいなね。ダジャレ大会になりつつあるぞ。この橋渡った。あー、いた。ここにいたら上昇です。はい。ここに噂がいるので、薬品はなしで、生物は上昇。あ、歩幅だけどな。はい、ということで、出揃った。この時間は、給湯はカルフェの雑貨と食料品、ドリガンの生物ですね。どこです。いいじゃないか。忙しいぞ。だいぶ忙しいぞ。あ、ここにこの NPC がいたら、このカテゴリー上昇だよ、みたいな。解説をする動画は随時上げていこうと思ってますの。現在、バレノスとセレンディアだけありますが、そのうち全地域やりますんで、よろしく。あ、もうすぐこの子28になるな。28になったらまた交配させねえば。花が出るプー。だって。この時間、あれ ?3 時からって何かあったっけ？あ、ないか。土曜日が黒い影だけど、日曜日はないか。ちかさん、ルキリンで鼻チーンしていいよ。どういうこと？ルキリンでってどういうことだ？どういうこと？鼻をかもう。この前に、沈んで、あしゃ、で、ベリアでいいのか？あ、ベリアでいいか。で、
よし、ちょっとミュートにして鼻かむ。さあ、すっきり。ただいま。音入ってるよ。嘘だ。ミュートにしてたもん。大丈夫なはず。鼻かむときはミュートにします。さすがに。さて、この時間はもうひたすら貿易ですね。ち、焦らなかったか。うん、焦ないよ。え、変動や。やめておき。ああ、取引所に、さっき草むしりの時に拾った、残り出しておきます。ああ。あと、アロエ。あとは、雨、瓶子。と、あれ？アメイドがいない？もうメイドがいない。アメイド不足だ。肉売れてる。あと、光明石。アロエ。アロエなんて売れんのかな？あ、売れそう。エンペラーキノコの禁止。あー。最安値で販売機。案件。まあ、いっか。あと、こんなもんか。ゴーストキノコ。おお、購入待機出てる。エンペラーキノコ。その、赤いキノコ。アローキノコ。結構購入待機出てんだね。ワーフキノコが出てない。あれ？購入待機安めだけど。中に出だしてやる。エンペラー使わないよね。ね、エンペラーって何使うのかよくわかんないだぷ。私もエンペラーキノコは栽培してないので、ようわからん。ハーロックさん、その辺のキノコは倉庫に放り投げてる。まあでも需要があるなら、とりあえず取引所出しといてもいいかなと。白ネームのやつだから。自分で使うやつはちゃんと畑で育てて、特級にしてます。特級キノコ。なんとなくですけど。まあ、草むしりで拾ったやつは、まあ別にいいかな。放出しちゃって、みたいな感じ。こんな感じです。アカネミンさん、バンプキノコ、エンシェントキノコ、ヒュージキノコ、ブラタガードキノコは売れる。あ、その辺は育ててます。バンプキノコがさ、なかなか、菌糸集めるのに大変だった記憶が。あ、ブラガードもそうかな。なんかあちこちのキノコをガサガサして、で、菌糸が取れたのを、大事に大事に育てました。で、今は量産してます。バンプキノコは確かになんか苦労した覚えがあるの。今どうなんだろう。じゃないや。ああ、入れない。入れなかった。なんかさ、メイドが0人になると、取引所開くことさえできないのを何とかしてほしいよね。0人でも見るだけは見してくれてもよくない。と思いました。丸。エンシェン
とキノコは育っててたか？いや、育ててない気がするな。エンシェント、エンシェント、ないね。バンプは育ててた。うん。十字キノコ、ブラガード、うん。この辺は育ててる。エンシェントキノコって何に使います？なんだっけ、なんとかノート。制作ノート。見えないものを見ようとして、なんとかかんとか、なんとかかんとか。タラララら、タラララら、タラタタタラララら。エンシェント。エンシェントキノコ。は、何に使うだぶ？え、何使う？使い道、利用先、キノコ箱ぐらいしか出てこないけど。地のエリクサー。ほうほう？地のエリクサーで使うか。なるほど。それは使うね。出た。歌詞がほぼわからない、タカ子さん。望遠鏡を覗き、見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだ。タラララララ。わかんない。あれなんすわ。この歌ね、一回替え歌作っちゃったから、替え歌の歌詞しか出てこなくなっちゃう病なんですよ。もう原曲の歌詞がわかんなくなるっていう、謎の病気にかかってます。悲しい。悲しいね。一時期ハマった替え歌のあれですわ。タカ子に替え歌香水歌われて一時香水がわからなくなった時あった。そう、替え歌はそういうちょっと副作用が発生します。パーロクさん、お薬出しときます。ありがとうございます。そうなんすわ。懐かしいね。もうだいぶ 2、3年前ですけどね。もうずーっとそんな感じです。この歌なんだっけな。あれ、そのタイトルなんだっけ。天体観測か。お、アフさんから。おお、ちょうどアフさんの話しようと思ってた時にレイドが飛んできました。いらっしゃいませ。アフさんと一緒にね、撮影した、天体観測。なんだっけ？バンプ、なんちゃら、の歌？アフさんのリクエストで作ったんですけど。リオンジさん、来るぞ。うん、来たね。キャビーさん、こんねこ、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。貿易しながら、おしゃべりだぷー。アカネミネさん、替え歌は脳内でリピートするから。でしょ？チャビーさん、今日はカエルちゃん。そうでーす。天体観測の替え歌歌ってもいい？バンプオブチキンはアフさんファンだから。そう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 。でさ、リクエストもらって、替え歌作って、替え歌の動画にアフさんも出演してもらったんだよな。懐かしい。バンプオブチキン。そうそう。バンプなんとか。懐かしいね。だからその替え歌作った時に原曲の歌詞を全部忘れてしまった分。なんだっけな。利益をもっと得ようとして、ちうたの顔を覗き込んだ。交渉を繰り返し、やっと利益が生まれたよっていう歌。だからもう原曲わかんないんですよ。暑かったな、あの頃は。ね、楽しかったね。でもさっき、夜遊びばっか聞いてた？夜遊びの歌も何曲か替え歌作った気がします。なんだっけ？夜にかける？
とか、いつだってチックタックと天秤で何度だってさ、交渉失敗何度繰り返しても涙がこぼれそうでも、ありきたりな喜びきっと貿易で見つけられる、みたいな。みたいな。そうも、バンプ好きってアフさんに言ったら、何が好きって聞かれて天体観測しか知らなかった。天体観測以外私も知らんかもな。私もそれぐらいしか知らんかもしれん。他、何がある？アーロックさん、そんなことができるなら歌詞を覚えてよ。え、どういうこと？どういうこと？いや、最初は知ってるんだよ。最初は、あ、こういう歌詞かと思って覚えるんだけど、替え歌にした途端、記憶が上書きされちゃうんだよね。アニメとかゲームで、バンプは何曲か知ってる。あ、そういう、何、主題歌とかになってんのか。なるほど。バンプ？わかんないかな。なんか知ってる曲あるかな。KR ルクセを庭に埋めてきます。何それ KR、 何を埋めてくるってよくわかんないけど、はい、いってらっしゃい。アルジオンもよく聞いてた。アルジオンって何？なんか強そうな武器の名前っぽいけど。ルキリン、私の米を飛ばすから意味も、え、どういうこと？あ、バンプは K がいい。K ってあの、あれでしょ？黒猫の悲しい歌だよね、確か。なるほど。K、ルキセを庭に埋めてきます。それはファルシオン。あれ？そうだっけか。そうだっけか。なんか強そうな武器の名前っぽい。なんかそんな感じのイメージです。なんか K 悲しい歌だった気がする。ファルシオンとかハルバートを混ぜてる。まあ、イメージだからね。イメージって混ざるよね。なんか、知らんけど。なんか強そうな武器の名前。よくありがちな。ファルシオンは、なんかハルバートもよくわかってないけど。なんかでもさ、ファルシオンとかハルバートって、なんかよくゲームのラスボスの名前に出てきそうじゃない？知らんけど。キヨさん、イメージでーすで締める勝ち気な高子。そう、イメージだからね。写真はイメージです、もう全部それ。写真通りの料理が出てくるとは限らんの。チャビーさん、車輪の歌とかスノースマイルとか、わかんないかも。イメージって混ざるよね。え、混ざるよね。そうやって芸術は生まれていくのだよ。イメージは人それぞれだからね。うん。そういうことにしておきましょう。ありがとうございました。ルキリン、車輪の歌いいね。プラネタリウムとかもいい。え、車輪の歌ってどういう歌？貿易の歌？それちょっと調べておかねば。カバチョさん、テイルズ・オブ・ジ・アビスの歌、曲。そっか。アフさん、今まで出たバンプ全部わかるぜ。アフさんはね、ファンだからね。あ、プラネタリウムあった。プラネタリウムの歌とかもあるの。え、車輪の歌が気になります。いや、貿易の歌なのだろう。後で調べとこう。
パルマも好きだ。バンプの曲かな。サンドさん、子猫いらっしゃい。カバチョさん、そうそう、カルマ。キヨさん、青山テルマの顔に一瞬、レレレのおじさんがよぎってから、もうテルマはレレレに見えてしょうがない。でもそういうのあるよね。わかるわ。なんかさ、そうそう、昨日かな、なんかテレビ見てたら、柴崎コウが出ててさ、あれあれ、なんだっけ、なんかお勉強系のクイズ番組出てて、髪型が、姫子カットになっててさ、あれに似てたんだよ。蛇姫様。もう、上から柴崎コウが蛇姫様にしか見えなくなった。アフさん、自転車の車輪です。あ、そっちか、あっち。チャビーさん、ワンピース好きなら、セーリングデイ。とか。なんだろう。ハンコック。あ、そうそう、ハンコック。なんかめっちゃ似てたんだよね。あ、ハンコックみたいと思って。もうそれから、ハンコックにしか見えなかった。なんだっけ、昨日、なんだっけ、マチャーキとかがやってる。なんだっけ。なんかクイズ番組的な、お勉強できる番組。出てたんすよ。ハーロックさん、海賊女帝って言ってください。え、蛇姫様じゃないの。ハンコック、そうそうそう。ちゃんと見下しすぎて見上げてた。いや、普通だった。キャビさん、世界一受けたい授業。そうそう、それ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 です。キヨさん、世界一受けたい、世にも奇妙な物語。なんか混ざってる混ざってる混ざってる。そうそう、世界一受けたい授業で蛇姫様みたいな、なんか出てた。多分私だけじゃないと思う、あれ。ハンコックに見えたのすごい可愛かったけど。あれってクイズ番組なの。え、クイズ番組的な感じじゃない。途中途中で、なんかクイズ入ってなかったっけ。まあでも、お勉強になる番組です。なんかスパイの話とかしてた、昨日は。じゃないね。あ、じゃないんだ。クイズ番組じゃないんだ。でもなんかクイズ入ってなかったっけ。なんか途中途中でさ、教育系だとは思うけど、そうそう、教育系の番組ですね。なんかこれは嘘か本当かみたいな。はい、なんとかくん答えてみたいな。そんな感じクイズというか、うん。音と一手が来た。髪型は近い。でもさ、めっちゃ可愛かったでしょ。ちょっと待ってね。一手の準備をします。一手の準備。アフさんのセリフですね。はい。恋はいつでもハリケーンなのじゃ。なんだこれよくわからんけどありがとうございます。ハーロックさん、タカコさんが勉強になるならいい番組。そうそう、勉強になる。でもスパイのことを知ったとて、なんかに役に立つのだろうか。なんかさ、よくトム・クルーズが変装してさ、で、なんかバーって顔をなんか脱ぎ捨てると別の顔が出てくるみたいな、なんかそういうマスクみたいなやつ、あれって本当にあるらしいよ。すごいよね。アフさん、長文より短文にしておいた優しさ、ありがとうございます。アフさん、優しい。東武関所。ジオンジーさん、でもすぐに忘れるわらば。そうだね。うん、すぐ忘れちゃうけどね。印象に残らんことは、
忘れるよね。イーサン・ホーク。そうそう、そんな感じ。チャビーさん、柴崎コウの画像を見たけど、ほんとハンコックみたいだね。でしょ？ハンコックっぽいよね。あの人も美人だからさ、めっちゃいいよね。ピカさん、短文の方がいいですか？いえ、好きなだけ、好きなようにしてください。おお、この馬車すごい。ちゃんとクリスマス仕様の馬4頭に着せてる、このアバター、すごーい。すごいね。ちゃんと、馬のアバターもちゃんとしてる。すげーな。いいな、あれ。いいな、あれ。あれ、いいな。ちかさん、えっへん。どうした？あのアバター、いいな。ちゃんとクリスマス仕様になってる。いいですね。ルキリン、私の求めている馬車。そうそうそう。あれ、かわいいよね。そうなのよ。馬アバターもさ、ちゃんと合わせてクリスマスのやつになってる。ヒョウさん、何度か教えたことを初めて聞いたように驚いてくれるタカコさん大好きです。ごめんね。なんか抜け落ちていくんだ。ありがとうございます。ごめんね。あ、ピーマンが28になった。よしよしよし。ちょっと馬を、馬車馬をチェンジしよう。修理して。ピーマンくんが28になります。ベリア。おー、早いねー。おお、馬って早いねー。やっぱねー、すごいねー。馬車の速度に目が慣れてると馬めっちゃ速いわ。チャビーさん、ピーマンって可愛いね。そうそう、男の子にはね、野菜の名前をつけてるんですよねー。この馬車でいいよねー。いやー、いいなー、あれ。あ、クリスマス仕様の馬車結構いっぱい走ってるね。私はピンクにしちゃってるけどな。いや、馬早っ。ルキリン、玉ねぎと人参いたかな。もうすぐクリスマスだからね。そう、あの馬車のアバターってあのクリスマスの時期にしか買えないんですよね。なので欲しい方はこの時期チャンスです。よっ、行き過ぎた。よいしょ。アバターを ロレンツォ・マレー。どの子、バナナちゃんにしようかな。じゃん。バナナちゃん。アバトーオツ。やっぱりスキルがないと遅いね。さっきのピーマンくんみたいに早くはない。まあそうか。アフさん、メガネが最近クイッてしないとずれるようになったんです。あれ、それなんか
あの人？あの人？あのウソップのところの悪いやつ。ウソップのところの悪いやつか？なんだっけ？名前忘れちゃった。チカさん、でけた。何が？何が？何ができた？子供？子供ですか？私は認知しないわよ私の子じゃないシャビーさん懐かしいね。ね、あの多分ウソップのところのあの人だ。黒猫なんとかじゃなかったっけ？あれ忘れちゃった。チカさん CM 中。はーい。黒猫なんとかじゃなかったかな、忘れちゃったな。タカコさんからのクイズですか？え？私からのクイズ？え、どういうこと？クラハドール、そう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 、クラハドール、いたいた。え、クラハドール、執事の時の名前だよね、それって。なんか悪い人の名前はまたなんか、うわっ、なんか来た。ちょっと待って。はい、じゃあちょっと待ってね、エコーの準備をしていきますよ。待った？え、今来たとこ？そっか、ふふ。イルミネーション楽しみだね。テクテク。わー、綺麗。こういうのも好きだけど、やっぱり君も好きだよ。なんだこれありがとうございます。キャプテンクロ、あ、そう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 、そんな感じの名前だった。あの悪い人の名前、そんな感じでしたね。罰ゲーム大変だね。ね、ひどいよねひどいよねえ、違う違う、キュウリじゃなくて、接続で、別物ですけど何が始まったんだ。チカさんがポイントを使って、あのなんか変なセリフを言わせる遊びをしてます旦那に言ってあげてください。はいなかなかいい最終兵器ができましたひどいダプよくわからん。なんかね、小声で喋るとマイクが拾わなかったりするので、ちゃんと入ってたかちょっと心配ではありますが、ささやき声とかちゃんと拾ってくれなかったりするんですよね。マイクが拾っても OBS がなんかノイズキャンセルみたいな感じでカットしちゃったり、なんか小声は消えたりしますので、ちょっと難しい。消えてなければよかったんだけど。いやー、もう3時過ぎてんじゃん、やば。貿易が終わらなぶ。アンさん、旦那がゴルフ行ってない時にたくさんリクエストします時にタカ子はささやき声苦手。そんなことないんですけどね、あの拾わないんですよ、マイクが。マイクが拾わないのか、あの雑音として処理されちゃってあれしないのか、あれですけど、まああれなんですよ。旦那さんゴルフ好きなんだ。そうですね、よく行ってますね。ウキリン、私と同じマイクだから拾わないわけ。まあ拾ってはいるのか、なんか設定で雑音として削られちゃうんだよな。ルキリンね、ささやき声ちゃんと拾うもんね。あのいつもの最後のバイバイとかさ、あれ多分私やっても拾わない気がする。キャビーさん、ゴルフはお金かかるからやめた。そう、お金かかるんだぷー。
うちの旦那はゴルフ好きなのでしょっちゅう行ってます。アフさん、旦那さんにハートをホールインワンされちゃったんですよね。いやー、何言ってんのかな何を言っているのでしょうか。旦那とオレオネタが好きな私ですいやー、何を言っているのでしょうか。ちかさん、他にもガチ恋シチュエーションセリフ考えてる人絶対いるもん。いやー、ちかさんぐらいっしょ。そして新規フォロワーさん来ていただきました。いらっしゃいませ。ザックなんとかさん。ザックさんでいいかしら。いらっしゃいませ。新規フォローいただきましてありがとうございます。黒い猫と言います。よろしくお願いします。キヨさん、照れる、タカコ。いやいやいや、勘弁してくださいな。ねえ、もう、ほら、3時も過ぎたし、そろそろおやつの時間ですよ、皆さん。今日のおやつは何ですか？私何食べようかな。ちょっと冷蔵庫の中に何か入ってたかしら。ずんだ餅があったような気がする。あれ、なくなっちゃったかな。あ、今日はあれです。あの、冷凍のみかんとヨーグルトがあるので、ヨーグルトに冷凍のみかん乗っけて食べます。ジオンジーさん、極細ポッキー。あ、いいですね。そう、あの極細のやつ美味しいよね。わかる。アオさん、プロポーズの時の話は何度も思い出しています。やめてください。ハーロックさん、おやつとかない。え、おやつとかないの？チカさん、あーんしてください。嫌です。ヒヨさん、今日のおやつは照れるタカコ。やめて。恥ずかしい。ルキリ、もうティラミス食べました。ルキリ、昨日もティラミス食べてなかった？ひょっとしてあれですか？コストコのバカでかいやつ買っちゃったから毎日ティラミス地獄になってます。キャビーさん、モーのいちご味美味しかった。あ、アイスの？え、アイスのモーっていちご味とかあるんだ。それは知りませんでした。美味しそうだな。ルーデンさん、家がティラミスでできてるんだ。そっか。ルキリンはお菓子の家に住んでたか。アフさん、昨日はカツ弁当でおやつ抜いたんだよ。え？アフさん、昨日はおやつ食べてなかった。えい。よし、成功。アフさんの方が覚えている。モーはいつもバニラだけど、いちご味出てたから、買って食べたら美味しかった。モーってなんかね、バニラのイメージよね。いちごか。今度ちょっと、あったら買ってみよう。マントラ？え？マントラってなんだ？引き抜くときにギャーっていう音、声が出て、それ聞いた人は確実に死ぬっていうやつ。ルーデルさん、メロンが最強にうまかったのに期間限定。え、モーのメロンってこと？それは美味しそうだな。キャビーさん、モーは何でも美味しい印象。なんかバニラのイメージしかなかった。マジか。アフさん、それはマンドラゴラ。モーのメロンはマジで最高だった。マジか。それ食べてないけど、期間限定ってことはもう売ってないんだ。残念だ。アイスはモーが一番好き。美味しいよね。なんかバニラのイメージだったな。私、アイスはよく、なんだっけ、明治、スーパー、あれ？明治、エッセルスーパーカップか。あれは、割と冷蔵庫に常備してあるけど。ルキリン、レディーボーでまた高級アイスを召し上がってらっしゃるお嬢様だから、もう、もうだけに、もう売ってないとかウケる。もうだけに、もうしょうがないね。
層が好き。あ、層はね、なんかシャリッとしたのが入ってるのがいいよね。そうか、そうだけに、そうか。あの氷のつぶつぶがいい感じです。そう、いやでもさ、なんかバニラのアイスが美味しい季節になってきましたね。濃厚な濃厚なバニラの暖かい部屋で楽しみたい。キャビーさん、今日はダジャレが絶好調ですね。うん、みんな視聴者の皆さんがね、なんか今日は絶好調ですね。アイスなー、でも雪も降るわ。雪見大福が好きです。雪見大福美味しいよね。ルキリン、牛乳搾りのバニラ美味しいよ。これはなんだ、アイスか、アイスか、牛乳搾り。雪見大福は中のアイスだけ好き。あの餅と一緒に食べてください。雪見大福が好きです。いやー、ま、なんかこう濃厚なねアイス美味しいですよね。美味しいアイス食べたいな。牧場搾り？牧場搾りってあれ？アイスだっけ？牛乳？なんだっけ？牧場搾りだった。牛乳搾りじゃなくて牧場搾りだそうで。きっと個人契約してる牧場だぷ。もうルキリンはお嬢様だから、我々庶民が食べてるアイスとは違うものを召し上がってる らしい。羨ましいだぷ。アイスか、いいよね。あとチョコも美味しい季節だね、これから。メルティーキッスとかいいよね。冬ならでは。ラー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 、なんかそんな感じの。あれメルティーキス、あれどんな歌だっけ。忘れちゃった。高子は全部知らないものを高いものだと思い込む。そんなことないだぷ、そんなことないだぷ。板チョコアイスの中身もチョコのやつめっちゃ好きだったな。え？アイスの中身もチョコレートのアイスってこと？そんなのあったんだ。そりゃ知らんかった。板チョコアイスも美味しいよね。板チョコモナカか。でっかいやつ。普通は中身バニラだから。ねえ、そうだよね。板チョコモナカ？だよね、多分。モナカの中にバニラアイスが入ってて、真ん中に板チョコ入ってるやつ。でもあれ結構でっかいからさ、一個丸々食べれないんだよな。いつも半分こして食べてます。キャビーさん、一時期中身もチョコのやつもあった。チョコレートのアイスってことだよね。それ知らない。今ないのかな。なんかバニラのやアイスしか知らなかった分。でも絶対それ美味しいよね。チョコレートのアイスね。全部チョコ？アイスじゃなくて。チョコレートのアイスじゃなくて。チョコレートが詰まってるってこと？それすごいな。それはすごいな。誰と半分こしてるんですか？旦那に決まってんじゃん。チョコアイス、あ、アイスだよね。そうだよね。びっくりしたー。あのモナカの中身、まるっとチョコレートだったらすごいなと思った。アイスもチョコだから全部チョコ。すごいね。そうだよね。チョコレートのアイスと板チョコ入ってってことだよね。びっくりした。
びっくりした。全部チョコだったら食べるの大変と思っちゃった。鼻血出ちゃうね。ガリガリと。割と厚みもあるし、食べるの大変そうだ。ジオンジーさん、それはただの板チョコやろ。まあそうなんだけどさ。チャビーさん、珍しいから買いだめした記憶が。なるほど。それはちょっと、ねえ、買っておきたいかも。チョコのやつは。アフさん、オレオ食べたい。あの、牛乳に浸して食べると美味しいですよ。オレオクッキー。あれはビスケットクッキーなのか。お、一発。なかなか貿易が終わりませんな。フリッシー3往復。G4G さん、ブルボン、ルマンドアイスもご賞味あれ。え、ルマンドってアイスになってんの？マジか。イレネッチ、タカコの猫を食べたいと。そんな鬼畜な。ダメですよ、猫は。食べ物じゃないですよ。オレオ水。オレオ水だったらいいけどな。まあ、なかなかうちのオレオ暴れるから、おとなしく座れてくれないんですけどね。今は丸くなって寝てます。平和な顔して寝てるわ。平和じゃのう。はい、あれです。冬はホットカーペットを敷いてるので、ホットカーペットの上で、伸びーとなって、長くなって寝そべってます。今は丸くなって。猫は長いよね、意外と。伸びーってなると結構な長さがある。長ってなります。あ、鼻が出る。やば、貿易が終わんないわ。買い物はなんだっけ？会話、カルフェ、ドリガン、冬山か。ドリガンフ。カルフェ、ベア村、ケプラン、ベア村、小麦農場。バレのスワウ。フリッシーが3往復。まだまだやば。これさばききれるか。3時半、6時までにいけるか。いけるか。いけるな。大丈夫だな。時間切れでさばききれないと泣いちゃうからな。まだいける。大丈夫。まだいける。グリッシーからベリアって何気に遠いよな。なんか貿易もさ、売りが大都市だけになっちゃったから、ね、結構距離運ばなきゃいけなくなってしまい、割と時間がかかる。しかも、地域を越えて売りに行かないと買ってもらえないからさ、フリッシーの品物はハイデルでは売れないんですよね。大変前はそれができたんですけど。フリッシーの品物はハイデルで売れればいいんだけどな。それができたらだいぶ、もうね、距離ボーナスも全然合ってないような感じになっちゃったから、あんまり近場で売れてしまうと、それはそれでダメなのか。あ、バレノス、セレンディアぐらいならいいけど、冬山、ドリガン、カーマスとか、
地獄よ遠くて遠くて。伊予さん、魚も皇室納品するか都市の貿易にしか売れないから面倒いね。そう、もう買ってくれなくなっちゃったのよね、地方の貿易商人は。ヒカさん、朝の国まで行ってください。嫌です、朝の国は遠いから行きたくないだぷ。一応なんかあのウサを置きっぱなしにしてますけど、そろそろ撤退しようかと。どうしようかな、すごい迷っている朝の国キャラ。いなくなったらいなくなったで、何かあった時またわざわざ行かなきゃいけないから、それも面倒だなぁと思って。どうしたの？ルーデウさん、朝の国実装失敗説が多いらしい。そうか。ハーロクさん、なんか取らせたら？朝の国で？取らせてるよ。朝の国はドケビを派遣してますぜ。ドケビ労働者が大活躍中です。でもキャラ置いとかなくていいかなと思った。特にコラも私やってないし。まあでもね、なんだっけ、生活の水晶を作るときってあの NPC に話しかけて交換だからさ、そのためだけにキャラ置いてた。でももう貿易16個作っちゃったし、もういいかなと。ひよさん、朝の国冒険日誌2終わり、お疲れ様です。今日は朝の国ここまでにして錬金料理に励もうかと。いいですね。今料理イベ中な感じ。料理が、あ、でも生活経験値は全部来てんのか。森の結晶を揃えるまでは朝の国デイリーやらないと。朝の国デイリーでなんかもらえんだっけ。森の結晶もさ、もう貿易水晶16個揃ったらもういっかなーってなってます。もうね、生活系全部揃えると言っても現実的じゃないっしょ。傭兵通報で交換、あ、そうなんだ。これか。あ、本当だ。ヒョニョンと交換できる。童話の毛。森の毛。千個。千個で交換できるんだもん。ひよさん、皇室納品用の料理錬金と焼き鳥。あ、焼き鳥作んなきゃな、そろそろ。ハーロクさん、1500個とか。なんか他の水晶は1500個だったね。異物枠の問題で生活装備大変。そうなのよ。そうなのよ。あれもこれも、ね。全部別だからさ。朝の国メイン終わらせれば2個は交換できる。なるほど。なんかでもさ、ドケビが取ってくるよね、たまーに。あ、めったに取ってこないけど。今2個。これね、ドケビが取ってきたやつです。森の結晶2個ある。とりあえず、取っといてあります。いざという時のために。予備ですね。水晶もなー、何を作ったらよいか
水晶を作るのに、魔力の破片いっぱいいるじゃないですか。魔力の破片？だから黒魔力水晶もいっぱい必要だからさ、昨日とかもエルビアで狩りしてましたけど、なんか大変よね、いろいろ集めなきゃいけないから。シャビーさん、前はよくドケビが取ってきたのに急に全然取ってこなくなった。そうか、確かに取ってこなくなったね、最近取ってきすぎじゃーってなったのかな。確率が下がった？知らんけど。なかなか終わらん。あとはメディア、ドリガンと冬山か。タビーさん、 CS は確率下げないでほしい。一連卓承ダップ。もうそろそろ3時40分、もうすぐ4時か。いやー早いなー、日曜日もう終わっちまうだぷー。なんでこんなに休みの日って早く終わっちゃうんだろうね。キャビーさん、むしろ上げてくれないと困る、狙撃ないし。そっか、狙撃ないのか。晩ご飯考える時間、そうなんすよ、そろそろね、晩ご飯。あ、でも今日うち鍋だ。鍋です。お鍋。もういいからね。いやー。週明け、もう11月も終わりか。来週、もう12月入るんだ。早いな。かき鍋？いや、豚しゃぶ的な感じですかね。お野菜たっぷりで。豚しゃぶ肉と、たっぷりお野菜です。お野菜をいっぱい食べる鍋を予定しております。そろそろ下ごしらえを始めようかな。まだ早いか。でも貿易もまだまだ終わりそうもないからな。配信はそろそろ終わろうかなと思ってますが。この後やる人いる？いないか。誰かやって、あ、シュナさんがやってるじゃん。シュナさんが、アイピン地下をやっている。おほ？じゃあ、シュナさんにレイドを飛ばして終わろうかな。よし。ということで、そろそろお開きにしたいと思います。この後はシュナさんのところにレイド飛ばそうと思います。週明けはどうだろうな。平日、もし行ければ火曜日が在宅勤務になるかもしんないので、火曜日もしかしたら配信できるかもです。もしくは木曜日、もしくは両方。平日ダメだったとしたら、また来週になりますけれど。予定では火曜日が直近かな。そんな感じです。もし、次回火曜日配信できたら、ぜひまた遊びにいらしてくれると嬉しいです。チャビーさん、おつねこ、アリネコ、ハーロクさん、おつアリー、キヨさん、おつねこ、アリネコということで、馬車の上から失礼させていただ
います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ルキリン、おつなのだよ、ありなのだよ。ウェイクさん、お疲れ様です、ありがとうございました。ということで、この後はシュナさんのところに飛ばします。ジヨンジさん、オツネコ、アリネコ、イレネチ、オチュニャン、プニポニョポニョ、アリポニョ、ユキンコさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、いってらっしゃい。